あー、きしょい人がいる。きっしょはい。最低100で出た。さっきうんちしてめんどくさいから戻してなかったんだった。しかも、てつはそれ着ていいのあれだけだよ。室、屋外だけだよ。脱げよ。この部屋寒いよ、じゃあ。だから扉閉めろって言ってんじゃん、開けた扉は。暖房あげるからな、いいんだな。いいよ、別に。ちょっと俺に合わせるからな、気持ち悪い。ちょっとあまりにも寒すぎる。やってられない。気持ち悪い。28度舐めてんのか。30度、30度、バカ野郎。毛は剃りましたか？一応、どうですか？まあ見えないようにはなってると思いますけど。そんな寄らなくていいよ。そんな寄ることある？大丈夫。それはダメじゃない？大丈夫。ちょっとあれボツってますけどね。なんか毛ってあれとないとじゃ全然清潔感違うんだな。めっちゃ綺麗だもん。うん。パイパンじゃない、パイパンではない。さっき見えた。なんでもう見てるの。さっき見えたって言うから。別に夢丸も見たがってるわけじゃないから。確かにね、邪魔ですよね、この辺とか ね、まあ、ね、ないと楽だわ。パイパンでいいな、人生。ちょっとね、なんかちょっとあってほしいなっていう気持ちあるんだよね。まあ、うん、ちょっとって、ね、男じゃなんかないとないでさ、うん、量的、量がちょっとあってほしいのか、それともいや、なんか無駄に少しだけボーボーでいてほしいのか。無駄になくていいんだけど、ないのってちょっとなんかなっていう気持ち。ああ。なんかちょっとは残したいってこと。もうなんか物足りないなって。女の子って別にどっちでもなんかいいなって思うんだけどさ、男ってなんかパイパンか、文化の違いじゃないの。ん、日本人が慣れてないだけじゃないのかな。慣れてないで、慣れないよね。冷静にいらないっちゃいらないもんね。ちょっとなんか情けなくない。で、だからそれ日本人の感覚なんじゃないの。そう、そうなのよ。うん、だからなんか情けないなって。基本チンポって人に見せるもんじゃないからさ、どうでもいいっちゃどうでもなくない。だから自分の感覚でしかないから、ちょっとあ、気が入った方がいいなってこと。なんかないと情けないな。どっちも自己満だよね、気持ちですね。まあまあまあ、そんな、こんな格好はね、正直どうでもよくてですね。うん、俺じゃないのか。エンタメ力お呼び出ない。二人目だもん、徹夜。あの、まあ、東海オンエアね、そのカメラがこう、据え置きで置いてあるんですけど、たまにね、あの意識低いやつがこうやって SD カードを忘れていくんですよ。入れっぱなしにね。怖いやつね。で、これを僕、で、僕は今から動画、自分が編集する動画を撮ろうと思って、自分の SD カードを入れるためにこれ抜いたんですけど、うん、これの私忘れをすると、なんか僕が悪いみたいなんですよ。え、うん、それはどこやったのみたいな、え、どこやったのあれみたいな風に言われて、僕は、うん、あ、ごめん忘れちゃったって言ったら、なんか僕がやっちゃったみたいな感じになって怒られたりする可能性があるから嫌なわけです。早く手放したい。でもこれをどっかこの辺に置いといたら置いといたで、ダメダメダメって。そうそう、もう大事なんだから。こんな大事な5秒でなくなるぞこのスタジオ。ここ置きっぱなしにするのはね、どういうことだってなるわけですよ、うん、で、だからよくあるのはもう俺ポケットに入れとくからみんな覚えといてねみたいな、うん、共有するのは大事で、後でしばゆう来た時に教えてとか。多分これしばゆうなんですけど、多分ね、うん、昨日の最後の撮影だから。で、今回逆転の発想ですね。一番これを雑に扱ったら、うわー、こんなみんなの大切な SD カードを雑に扱っちゃったっていう罪悪感で逆に覚えてるんではないか、うん、反省しちゃうかもしれないしね、うん、そう、それでしかもその SD カードを置き忘れたやつも、やばい、そんなことになっちゃうんだ、うん、じゃあもうちゃんと持って帰ろうと思うと思うんで、今から僕はこれを捨てます。うえ、怖い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 よ。捨てるというのか、しっかりと今こう包んで、うん、これこの SD カードをゴミ箱に入れます、うん、うわぁ、汚れないところを、ああ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 、いいね、はい、入れちゃった、入れました、SD カード、はい、そこに、うん、はい、で、でこれはもう大変な音ですよ。大変だよ。データがね、うん、割とミラクルで起きたデータ入ってるからね。あれはなくしちゃいけないよ、うん、これはあのもしも誰か気の利く人がゴミに捨てておきましたって捨ててくれたら、うん、大事件、大事件、大捜索ですこれは。だから虫さんがヤバいことしたことになっちゃうよこれだと。そうです。僕は今ヤバいことしました。ヤバいことしてるわ。記憶に刻まれたと。これここにいる全員忘れてね。普通にの捨てたな。そうならないためにも早くしないと。ということで、もう僕はだから忘れないだろうと思いました。うん。虫さんが忘れない意味あるの今。え？虫さんがあそこにあ、今すっごいピンチな状態で忘れないでいる意味はあるの。まあ別に一番いい方法は、うん、今この SD カードを持って柴谷に届けに行くっていう。そうね。柴谷の SD カードは間違いない。まあ。ちょっとしたね、あれですよ、いたずらですよ。もう今度こういう目にあっちゃうよっていう。だから短いサブチャンネルだと思います。
だ本人に今捨てといたよって言うのね。まあ、やつが戻ってきた時に覚えてたりいますか。そうですね、覚えて、このまま忘れるかもしれないな。OK。 危ない危ない、しばゆ助けて。なんだなんだなんだこれは。で、これをこうするか、こういう感じにして、次ですと、スリーショット、スリーショットで撮ります。ああ、虫さん、画角まで考えてくれてありがたいんだけどさ、ああ、うんうん、編集、これ虫さんの企画だけど、トシミツだったわ。えっ。じゃあ僕、しばゆの SD カード捨て損ってこと。しばゆの SD カード捨ててないかもしれない。何それ。え、捨て損って何。としみつが もしかしてめちゃくちゃちゃんとあらかじめやってくれてたってこと。そう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 。ああ、なるほどね。僕のネタだから完全に僕が編集すると思ってたわ。としみつはあれ撮る準備ワンタン。あ、もうワンタン。あ、あんた俺の SD カードする。僕が土下座するために持ってきたよね。これ土下座用の…土下座用の…これは土下座だね。謝ってるのなんで。いや、普通にひどいことをしたから、うん、あれは。そう、意地悪しちゃった。僕はトシミツの SD カード捨ててしまいました。はっ、しばゆは今回関係ない。しばゆはごめん、しばゆにもちょっとごめんなってくらい、まあ、ごめんな、しばゆ。ああ、不況被害したわ。ほんとでもない。え、入ってないね、今俺。今入ってない、だってムイさんが捨てちゃったもん。どういうこと捨てたの。何捨てたの。結構俺だって全然いっぱい入ってるよ。ああ、まあまあ、その物理的、あれよ、その物理的にするだけだから。このままほっとくと本当に消滅しちゃうけど、中に SD カード入ってたから。あ、昨日なんでこれは邪魔だなってことね。そう、これまた芝生があいつ、いいカードですんで、入れっぱなしにして帰りやがって、カスがって言って。でも絶対落とさなきゃいけないじゃない、SD カードって。まあね。だから、こうやって回収したりすると、このまま持って帰っちゃう選択肢だから、うん、怖いなと思って。でもどっかに置くはそれはそれで怖いやん、うん、だから、どうしようと思った結果、一番ひどいことをしようと思って、ティッシュにくるんでゴミ箱に捨てたんね。なんだこいつ。512だよあれ。512パンパンに入ってるなと思ってね、思って、ごめん、芝居に、くそこいつって言って、なんかちゃんと SD カードを回収する癖つけさせようと思ったんですけど、ごめん、僕は拾ってくるわ。人の SD カード捨てた人、むしろ一番ひどいことをして記憶に残そうと。そう、はい。いや、ここに引いてもらえた。ここに戻します。気づいた時おもろかった。全然ついていけてないですもんね。すべて元通りにしました。復旧完了しました。そう、じゃあ今日、これは関係ないから、僕はむしろこの SD カードが早くしまえよってね、自動ないからね。それはしまった方がいい。何の時間だったんだ。何も起きなかったってことだね。何も起きてない。結局で何も起きてない。ハの字にしようって話だったからね。ハの字にしたら、そう、3カメ使って3でちゃんといい額が取れるかなと思っただけよ。いいと思う。いいんでねえか。じゃあ、しましょう。というわけで、このサブチャンネルはもう終わりです。もう、サブのサブ。勝負。